どうも、シュン CB です。過去の動画を見てくれた人は分かると思うんですけど、ロッツォやベンソンたちの取引との日がなんと明日に迫ってまいりました。いやー、これはね、もうね、戦闘態勢でございますよ。ちょっと大変なことがいろいろ起こるので、ということで、ロッツォたちとの契約の場所である大磯まで向かうんですけど、行くおもちゃを今日は選抜したいなと思います。まずですね、スマイリーロックさん、視聴者の方からも言われましたけど、やっぱり旅行に行くとき何でも教えてくれるスマイリーロックさんは必須だと思います。まずはスマイリーロックさん、そしてジェニーちゃん、まあ、ジェニーちゃんもね、瞬間移動できたり、あとエコロケーションやスクリーンロケーションなど様々な効果があることが分かりましたので、ジェニーちゃんも連れていきます。そしてケンとバービー、まあ、前回ケンとバービーと一緒に旅行に行って、でバービーがロッツォに襲われました。なので今回もケンとバービーは一緒に行きますけども、スマイリーロックスさんやジェニーちゃんなど最強の仲間もいるので大丈夫だと思います。さらにバズライトイヤー、ロッツォはバズをデモモードにした状態で持ってこいと言ってました。もちろんバズはデモモードに今なっていないんですけど、でもバズライトイヤー持っていかないとなんで持ってこなかったんだって話になるので、ロッツォやベンソンたちを説得するためにもバズライトイヤーを持っていきます。さらにジェシーもとっても強いカウガールでございます。そしてバズのガールフレンドでもあるので、ケンとバービーのカップル旅行みたいな感じでバズとジェシーも連れて行ってあげたいと思います。ではジェシーも行きましょう。そしてさらにボーピープもめちゃめちゃ強いおもちゃです。この棒を使ってですね、相手を倒したりとかもできますので、棒も連れていきたいと思います。そしてさらにウッディも連れていきたいと思います。まあ、ウッディね、今ちょっとギャビーギャビーにボイスボックスを取られてしまったんですけども、でもウッディはやっぱり僕らのリーダーですから、まあ、ウッディにとって棒はガールフレンドなので、まあ3組のカップルですね、ケンとバービー、バズとジェシー、そしてウッディとボーピープ、この3組のカップルとジェニーちゃん、そしてスマイリーロックさんと一緒に行きたいと思います。これだけね、強いメンバーだったら僕は大丈夫だと思うんですけどもね。あ、そうだ、念には念を、ダッキーとバニーも連れて行っちゃいましょうかね。ダッキーとバニーも結構強いですので、そして、まあ、いたずら好きなだけあって、結構、発想力もすごいので、この二人も連れて行きたいなと思います。今回はですね、かなり力入ってますよ。ウッディ、バズ、ジェシー、ボー、ダッキー&バニー、そして、ケン、バービー、ジェニーちゃん、スマイリーロック。これだけ強いメンバーで言ったら、ベンソンたち、そして、ロッツォが来ても、大丈夫なんじゃないでしょうかね。はい。さあ、これだけ強いメンバーで、まあ、ロッツォたちとぶつかるわけですけども、あんまり、いろんなおもちゃを持っていきすぎてしまうと、今度は、この家の中が、かなり戦力が落ちてしまうので、フォーキーとナッフィー、この二人は、デーモンフォーキーやデーモンナッフィーになることができて、とても強いので、この二人は、あえて今日は、置いていきたいと思います。まあ、他にもね、レックスやスリンキー、チャッターフォンもいるので、この家の中は安心して大丈夫だと思います。さあ、皆さん、いよいよ明日はロッツォたちと会う日なんですけども、そうだ、ジェニーちゃんにエコロケーションでこの家の周りが安全かどうかを見てもらいましょう。前回の放送を見てくれた人はわかると思うんですけど、ジェニーちゃんはエコロケーションといって、半径3キロ以内だったら直接行かなくても物を見ることができるんですね。ではジェニーちゃんお願いします。この半径3キロ以内にベンソンあるいはロッツォたちはいますか？ロッツォはいないそうですが、ベンソンは半径3キロ以内にいるらしい。
そうか、この周りにベンソンがいるんですね。ジェニーちゃん、それはなんてこと。どうしたんですか、スマイリーロックさん。なんと半径3キロ以内にいるベンソンの数は100体いるらしい。今半径3キロ以内にベンソンが100体いるんですか？ちょっとそれまずくないですか？皆さん、こっちが本気モードなだけあって、向こうもかなり本気モードらしいです。ジェニーちゃん、そうだ、スクリーンロケーションでそのイメージをこのパソコンに映し出してみてください。おー、やばい、ベンソン100体に完全囲まれてますよ。いやー、これは皆さんかなり過酷な戦いになりそうですね。でも僕はウッディのボイスボックスを取り戻したりしたいと思いますので、全力で頑張ります。おもちゃも取られないように全力で頑張りますので、では皆さん、明日楽しみにしてくださいね。またお会いしましょう。さようなら。あ、皆さん、ベンソン100体に囲まれて大変なことになりましたね。あ、さて、ジェニーちゃんの新しく分かった技、エコロケーションとスクリーンロケーションについてもう一度お話ししましょう。エコロケーションは半径3キロ以内じゃったら、ジェニーちゃんの特殊な力によって直接目で見なくても情報が 3D 的にわかるんじゃよ。世界最高のメガネですね。あ、そしてスクリーンロケーションはその見たもの、あるいはジェニーちゃんの想像したものを映像として他のものに送ることができるんじゃよ。新しくこの技を知ることができて本当に良かったですね。あ、さて、スマイリーロックの質問コーナー、620ってロッツォですか？あー、よくわかりましたね。前々回の放送でチャッターフォンがおかしくされてしまった時、そのチャッターフォンを直すための暗証コードが620でした。おそらくロッツォが自分で暗証番号を決めたんでしょうね。620でロッツォとなるわけじゃな。スマイリーロックさんに質問です。シュンズ TV さんはなぜトイストーリーのおもちゃが好きになったんですか？ああ、昔からシュンズ TV を見ている人はわかると思うんですが、シュンズ TV は昔はラプンツェルルームでした。至るところにラプンツェルの要素があり、まさにラプンツェルの部屋にいるような気分じゃったんじゃよ。そして引っ越しをすると同時に部屋を新しくすると宣言しました。そしてツイッターでどんな部屋にしたらいいかアンケートを取りました。その結果、トイストーリーが1位じゃったんじゃよ。あ、つまり見ている皆さんがアンケートで決めた結果、トイストーリーになったんじゃよ。もしもケープコットルームやリトルマーメイドルーム、美女と野獣ルームになってたら、今頃は全然違うものになっていたかもしれませんね。シュンズ TV は皆様のアンケートが大きく関わってくるんじゃよ。あ、皆さん、明日はいよいよロッツォとの取引の日です。はっきり言って、ベンソンやロッツォたちは万全な体制で攻めてくることでしょう。わしらに勝ち目はあるんでしょうか？
明日は大変なことになりますね。またお会いしましょう。